アメリカ合衆国におけるメディケアとは、高齢者及び障害者向け公的医療保険制度であり、連邦政府が管轄している社会保障プログラムである。原則として、アメリカ合衆国に合法的に5年以上居住している65歳以上のすべての人が給付の対象となる。65歳未満でも、障害があり社会保障障害年金を受給している人も、 対象となる可能性がある。メディケア、メディケード、ソーシャルセキュリティの支出推1965年にメディケードと共に創設された。当初はパート A とパート B のみであった。1972年の改正により、対象を2年以上の失業者及び腎臓透析や移植を必要とする人に拡大した。1997年の1997年。 財政均衡法においてメディケアチョイスが導入され民間保険の役割拡大とメディケアの支出抑制が図られた。しかし期待した成果は上がらず2003年のメディケア処方薬剤改善近代化法によりメディケアチョイスを改革してメディケアアドバンテージとしまたメディケアパート D が導入された。オバマケア施行により診療報酬は 包括払い制度に変更されたメディケアカードの例。基本保険と保管保険に分かれて記載されている。詳細はメディケアの資料などを参照。メディケアの利用者は通常以下の2つの選択肢から自分にふさわしいプランを選ばなければならない。メディケアの加入者は毎年10月15日から12月7日の間、パート A、パート B とパート C。 パート C 内の異なる、プラン相互、などの間で自由に加入プランの変更ができるが、それ以外の期間は原則変更できない。メディケアパート A は、入院保険で、半個室、食事、検査の費用を保障するほか、ホスピス、在宅医療なども対象。強制加入。全額給付ではなく、以下の自己負担分がある。財源は、メディケア税で、加入者本人。 または、配偶者が四十四半期以上メディケア税を納税すると、無償の加入資格を得る。メディケア税の納税期間が四十四半期に満たない場合は、毎月の保険料を支払わなければならない。優勝パート A の加入資格があってもパート A に加入していないと、後日加入した時に、加入を怠っていた期間の二倍の期間、毎月の保険料に十パーセントが罰金として、 加算される。例えば、加入資格が生じてから2年遅れて加入すると、罰金として、保険料が4年間10%増しになる。メディケアパート B は、補充的医療保険で、主に医師報酬や、外来診療、在宅治療、医療用具などの費用を保障する。反強制加入。本人もしくは配偶者が勤務先の、グループ医療保険に加入していれば、 通常は加入しなくても良いが、そのような保険がなくかつパート B の加入資格があって、パート B に加入していないと、後日加入した時に、加入を怠っていた期間に10%を乗じた割合が、毎月の保険料に加入を継続する限り、罰金として加算される。例えば、加入資格が生じてから2年半遅れて加入すると、罰金として保険料が、 生涯20%増しになる。年間面積分140ドルを超える分について、メディケア承認金額の20%を自己負担。ただし、検査費用、外来精神ケアの例外がある。メディケアアドバンテージは、メディケアから認可された、民間医療保険会社が運営する、マネージドケア型の保険で、任意加入。しばしば、メディケアチョイスや、メディケアパートシーと呼ばれる。 1997年に導入された。パート A とパート B のサービスを含み、さらに通常は、パート D のサービスも含む。メディケアパート D は、処方箋薬剤給付保険で、医師から処方される薬剤の費用を保証する。任意加入。2003年に導入。パート D の加入資格があるにもかかわらず加入しないと、後日加入したときに、 過去に加入を怠っていた期間についてその年度の全国平均保険料の1%に未加入月数を乗じた金額が加入を継続する限り毎月の保険料に罰金として加算される財源は加入者からの保険料と連邦政府が一般会計から拠出する国費だが運営はメディケアから認可された民間医療保険会社メディケアは 複数の財源により運営されている。パート A の大部分は雇用者への給与税を原種としており、雇用者と雇用種で1.45%ずつ接半する。1993年末までメディケア税は年間の負荷上限額が設定されていたが、1994年により、この負荷上限制度は撤廃された。 自営業者では収入に対し2.9%の税を支払う必要がある。だが所得税の計算時にはメディケア税については控除対象となる。2013年よりパート A の2.9%の課税は個人の場合は収入20万ドル、夫婦の場合合算して25万ドルのところに適用し、 それを超える部分には3.8%の課税を行うようになった。これは、ペーシェントプロテクションアフォーダブルケアアークト制度への補助金の原資となる。パート B と D は、加入者の保険料と政府一般歳出を原資としている。2006年より、パート B では高所得の高齢者には、追加保険料が課税され、パート D の原資となる。2010年には、 オバマケア成立によりパート D の高所得高齢者には追加保険料が課税され、かつパート B の追加保険料も2倍となり、これらはオバマケア制度の原資となる。2011年ではメディケア歳出は連邦予算の約15%ほどを占め、2020年には約17%まで上昇すると予想されている。赤線は雇用主が一部、 または全部負担する民間保険の支出伸び青線はメディケアの支出伸び2020年アメリカ合衆国大統領選挙に向けた民主党候補者であるバーニー・サンダースは国民全員を対象とする無料の医療保険制度メディケアフォーオールの導入を主張して注目を集めた2019年7月に行われた候補者同士の討論会では ティム・ライアン・下院議員とジョン・ディ・レーニー・前ン・議員が雇用を通じた健康保険がなくなれば労働者階級の国民に悪影響が出ると指摘したがサンダースはアメリカ国内の健康産業が何億ドルもの利益を上げている一方で何百万人ものアメリカ人が十分な保険に入っていないと主張した。ありがとうございます。